Hi, I'm Jones. And today's top story is about consonants and vowels. Let's go to our reporter to learn more. Over to you, Robo-kun. Robo-kun です。今日は子音と母音について説明するために自由の女神像の前に来ています。日本語話者は母音とはひらがな文字のあ、い、う、え、おにあたる音だというかもしれません。英語話者は母音は単純の a、i、e、o、u の文字の音だというかもしれません。しかし、これらの文字の一つ一つがそれぞれ異なった音を表すこともあるので、この説明は正しくないでしょう。また、言語の中には文字のないものもありますが、母音のない言語は皆無です。そのため、文字ではなく、音声がどのように生成されるかを考える必要があります。話すときには、肺から息を押し出します。母音の場合、息が妨げられることはありません。息が妨げられることがないため、母音は遠くまで聞こえます。例えば、英語話者は、離れたところにいる人に大声で呼びかけるとき、と言います。母音は遠くまで通るからです。対照的に子音を生成する場合、息は口腔あるいは鼻から出ていくときに妨げられます。息は下、唇、および他の聴音器官の部位によってわずかに妨げられるのです。言語学者は息の妨げられ方の違いによって英語の子音を分類します。これは聴音様式と呼ばれます。これで終わりです。サンキュー、グッドバイ。Together, 'cause it keeps getting better.